夏目漱石作210日5おいもう飯だ起きないかうん起きないよ腹の痛いのは治ったかいまあ大抵治ったようなものだがこの様子じゃいつ痛くなるかもしれないねともかくもうどんがたたったんだから 容易には治りそうもないそのくらい口がきければ確かなものだどうだいこれから出かけようじゃないかどこへ阿蘇へさ阿蘇へまだ行く気かいむろんさ阿蘇へ行くつもりで出かけたんだもの行かないわけにはいかないそんなものかなしかしこのまめじゃ残念ながらいたし方がない 豆は痛,むか、ね、痛むのなんのってこうして寝ていても頭へズーンズーンと響くよ。あんなに吸い殻をつけてやったが剛も効き目がないかな。吸い殻で効き目があっちゃ大変だよ。だってつけてやるときは大いにありがたそうだったぜ。治ると思ったからさ。時に君は昨日怒ったねいつ。 裸でコウモリを引っ張るときさだってあんまり人を軽蔑するからさ <laughs> しかしおかげで谷から出られたよ君が怒らなければ僕は今頃谷底で往生してしまったかもしれないところだ豆を潰すのも構わずに引っ張った上に裸でススキの中へ倒れてさそれで君はありがたいとも何とも言わなかったぜ 君は人情のない男だその代わりこの宿まで担いできてやったじゃないか担いでくるものか僕が独立して歩いてきたんだそれじゃあここはどこだか知ってるかい多い人を愚弄したものだここはどこかって阿蘇町さしかもともかく物のうどんを強いられた三軒を置いて隣の馬車宿だよね 半日山の中を駆け歩いてようやく降りてみたら元のところだなんて全体なんて間抜けだろこれからもう君の天遊は信用しないよ210日だったから悪かったそうして山の中で芝居じみたことを言ってさははは、<laughs> しかしあの時は大いに感服してうんうんって言ったようだぜ あの時は関心もしたがこうなってみると馬鹿げていら君ありゃ真面目かいうん冗談かどっちだと思うどっちでもいいが真面目なら忠告したいねあの時僕の経験談を聞かせろって泣いたのは誰だい泣きゃしないやね足が痛くて心細くなったんだねだって 今日は朝から非常に元気じゃないか。昨日とは別人の感がある。足の痛いにかかわらずか <laughs> 実はあんまり馬鹿げているから少し腹を立ててみたのさ。僕に対してかいだって他に対するものがないから仕方がないさ。いい迷惑だ。時に君はかゆを食うならあつらえてやろうか。かゆもだがだね。 第一馬車は何時に出るか聞いてもらいたい馬車でどこへ行く気だいどこって熊本さ帰るのかい帰らなくてどうするこんなところに馬車馬と同居していちゃ命が持たない夕べあの枕元でポンポンハメを蹴られたには実によかったぜそうか僕はちっとも知らなかった そんなに音がしたかねあの音が耳に入らなければ全く合憲党に相違ない。どうも君は憎らしいほどよく寝る男だね。僕にあれほど硬い約束をして経験談を聞かせるの医者の日記を話すのっていざとなるとまるで正体なしに寝ちまうんだ。そして非情ないびきを書いて。 そうかそりゃあ失敬したあんまり疲れすぎたんだよ時に天気はどうだい上天気だくだらない天気だ昨日晴れればいいことそして顔洗ったのかい顔はとうに洗ったともかくも起きないか起きるってただは起きられないよ裸で寝ているんだから 僕は裸で起きた乱暴だねいかに豆腐や育ちだってあんまりだ裏へ出て冷水浴をしていたらかみさんが着物を持ってきてくれた乾いてるよただネズミ色になってるばかりだ乾いてるなら取り寄せてやろうトロクさんは勢いよく手をポンポン叩く台所の方で返事がある 男の声だ「ありゃあ魚者かね亭主かもしれないさそうかな寝ながら占ってやろう占ってどうするんだい占って君と賭けをする僕はそんなことはしないよまあ魚者か亭主かどっちかなあさあ早く決めた空来るからさ」。 じゃあ、亭主にでもしておこうじゃあ君が亭主に僕が御者だぜ負けた方が今日一日命令に服するんだぜそんなことは決めやしないおはようお呼びになりましたかうん呼んだちょっと僕の着物を持ってきてくれ乾いてるだろうねねえそれから腹が悪いんだから貝を炊いてもらいたいねえお二人さんとも 俺はただの飯でたくさんだよ。では、お一人さんだけ。そうだ。それから馬車は何時と何時に出るかね。熊本がよいは八時と一時に出ますたい。それじゃあその八時で立つことにするからね。ねえ。君、いよいよ熊本へ帰るのこいせっかくここまで来て阿蘇へ登らないのはつまらないじゃないか。 そいいけないよだってせっかく来たのにせっかくは君の命令によってせっかく来たにそういないんだがねこの豆じゃどうにもこうにも天遊をむなしくするより他に道はあるまいよ。足が痛めば仕方がないが惜しいなせっかく思い立っていい天気だぜ見たまえ。 だから君も一緒に帰りたまえなせっかく一緒に来たものだから一緒に帰らないのはおかしいよしかし阿蘇へ登りに来たんだから登らないで帰っちゃすまない誰にすまないんだ僕の主義にすまないまた主義か窮屈な主義だねじゃあ一度熊本へ帰ってまた出直してくるさ出直してきちゃ気がすまない いろいろなものにすまないんだね君は元来強情すぎるよそうでもないさだって今までただの一遍でも僕の言うこと聞いたことがないぜい度もあるよ何一度もない昨日も聞いてるじゃないか谷から上がってから僕が登ろうと主張したのを君が何でも降りようと言うからここまで引き返したじゃないか 昨日は格別さ二百十頭だものその代わり僕はうどんを何遍も食ってるじゃないか <laughs> ともかくもまあいいよダンパーも後にしてここに宿の人が待ってるからそうかおい君え君じゃないさ君さおい宿の先生ねえ君は者社会 いいえじゃあご停主かいいいえじゃあ何だい雇い人でおいやおいやそれじゃあ何にもならない君この男は魚者でも亭主でもないんだとさうんそれがどうしたんだどうしたんだってまあいいやそれじゃあいいよ君あちらへ行ってもいいよねえ ではお二人さんとも馬車でお越しになりますかそこが今、悶着中さ。へへへ、8時の馬車はもうすぐ支度ができます。うん。だから8時前に悶着を片付けておこう。ひとまず引き取ってくれ。へへへ、ごゆっくり。あい、行ってしまった。 行くのは当たり前そう。君がゆけゆけと催促するからさ。<laughs> あれは業者でも停止でもないんだとさ、弱ったな。何が弱ったんだい。何がって僕はこう思ってたのさ。あの男が業者ですと言うだろう。すると僕が賭けに勝つわけになるから。君は何でも僕の命令に服さなければならなくなる。<laughs> なるもんか。そんな約束はしやしない。何 下とみなすんだ、ね、勝手にかい曖いにさそこで君は僕と一緒に熊本へ帰らなくちゃならないというわけさそんなわけになるかねなると思って喜んでたが雇い人だって言うからしょうがないそりゃ当人が雇い人だと主張するんだから仕方がないだろもし業者ですと言ったら僕はあいつに30銭やるつもりだったのに バカなやつだ何にも世話にならないのに30銭やる必要はないだって君は一昨夜あの即発の下女に20銭やったじゃないかよく知ってるねあの下女は単純で気に入ったんだもの家族や金持ちより尊敬すべき資格があるそーら出た家族や金持ちの出ない日はないねいや日に何べ言った でも言い足りないくらいドク,ドクしくってズズしいものだよ君が来い何家族や金持ちがさそうかな例えば今日悪いことをするぜそれが成功しない成功しないのは当たり前だすると同じような悪いことを明日やるそれでも成功しないすると明後日になってまた同じことをやる 成功するまでは毎日毎日同じことをやる365日でも750日でも悪いことを同じように重ねてゆく重ねてさえゆけば悪いことがひっくり返っていいことになると思ってる言語道断だ言語道断だそんなものを成功させたら社会はめちゃくちゃだはい、そうだろ社会はめちゃくちゃだ 我々が世の中に生活している第一の目的はこういう文明の怪獣を撃ち殺して金も力もない平民に幾分でも安易を与えるのにあるだろう。ある。うん、あるよ。あると思うなら僕と一緒にやれ。うん、やる。きっとやるだろうね。いいかきっとやる。そこで ともかも,、うん、ともかく朝へ登ろ「ううんともかくえへ登るがよかろう」「二人の頭の上では211日の阿蘇が5号と100年の不平を限りなき壁空に吐き出している。